今日まで人間は世界中でありとあらゆる武器や兵器を作り出してきました。そして物語の世界でも魅力的な武器がいくつも登場しているのです。どうもこんにちは、ルンです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回はチートすぎる伝説の武器についてご紹介いたします。他にもどんな武器があるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてね。では行ってみましょう。ミョルニル。ミョルニルとは雷と農耕の神であり、北欧神話最強の神トールが愛用する武器のこと。古代ノルド語で打ち砕くものを意味します。殴りつける部分である土が大きいのに比べて、手で持つ部分である柄が短いのが特徴です。それでも武器としての性能は凄まじく、一撃を受けた者はほぼ例外なく死に至っています。また投擲武器としても扱え、投げれば閃光を撒き散らしながら飛んでいきます。そして必ず目標に命中し、持ち主の元に戻ってくるブーメランのような能力をも備わっているのです。一撃必殺100発命中という威力を持ち、接近戦遠距離戦可能と、まさに最強。しかしそんなミョルニルでも大きな欠点があります。あまりにも重すぎるために、武器として使うどころか持ち上げることすらできないのです。おまけにミョルニルは高熱、素手で触ったら火傷は避けられません。最強の神とされるトールでさえ、生身ではミョルニルを持つことさえできないのです。意味ないやんけと突っ込まれそうですが、トールは2つのアイテムを用いてミョルニルを扱います。それはメギンギョルズというベルトとイルワングライベルという手袋。メギンギョルズは力のベルトと呼ばれており、神としての力を2倍にする機能があります。またイルワングライベルは鉄の手袋の異名を持ち、岩をも握りつぶせるほどに握力を強化できます。この2つのアイテムを装着することで、ようやくミョルニルを扱えるのです。特にメギンギョルズの力によって、巨人族の頭蓋骨さえ砕く破壊力を生み出します。おまけにミョルニルは伸縮自在であり、普段はポケットサイズほどに小さくして持ち歩きが可能。さらに死者蘇生の力もあり、トールはこれを利用していました。具体的には、自身の戦車を引かせている2頭のヤギを食料として食べた後、ミョルニルを振るって生き返らせて再び刺激していたのだとか。ヤギさんにとってはとんだループ現象だったかもしれませんね。グングニル。グングニルは北欧神話における最高位の神オーディンが持つ槍のこと。投げれば決して的を外さず、必ず敵に命中し、相手を射抜いた後は持ち主の手まで戻ってきます。この槍の誕生のきっかけとなったのは、いたずら者の神ロキが起こしたいたずらでした。ロキはトールの妻女神シフの金髪を刈り取ってしまったのです。トールといえば、先ほど紹介した大きな武器ミョルニルを持つ神様。トールの怒りは凄まじく、ロキはトールに捕まって脅されてしまいます。するとロキは小人族ドベルグのところへと行き、なんとか髪の毛作ってくんないと依頼。実は北欧神話に登場する小人族であるドベルグは力持ちで、家事や工芸の技術に優れています。北欧神話の武器や魔法の道具のほとんどはドベルグが作っていると言ってもいいでしょう。ドベルグは黄金でシフの髪を作り、さらにグングニルを作ります。そしてそれをオーディンに送ったのです。オーディンは戦闘、死、知識の神であり、闘争を重んじる精神を象徴する神といえます。神々と巨人族の最終戦争ラグナロクで、オーディンは
ロキの息子である巨大狼フェンリルと決戦。神々の先陣に立ったオーディンはグングニルを掲げて突き進みます。しかし奮闘むなしく、フェンリルに飲み込まれて死を迎えたのです。ケラウノス。ケラウノスはギリシャ神話の最高神ゼウスが持つ武器のこと。神々の鍛冶師であるキュクロプスによって鍛えられたその武器の威力はとにかく絶大。巨人ティターン族に対しゼウスがケラウノスを投げつけたところ、ティターン族は一網打尽。ゼウスはこれにより全宇宙の最高権力者となったのです。さらにギリシャ神話最強の怪物キュポーンが攻め入ってきた時もゼウスはケラウノスを使用。この武器の一撃によってキュポーンを世界の奈落であるタルタロスに封印しました。このようにゼウスがケラウノスを使うと世界を一撃で滅ぼすほどの威力を持っていたのです。ちなみに世界どころか全宇宙をも焼き尽くすという説もあるのだとか。もはやチートどころではないレベルですね。ゲイボルグ。ゲイボルグはケルト神話で有名な英雄フーフーリンが持つ武器のこと。投げると30本の矢になって必ず敵を射抜きます。そして30のトゲが敵の体内で突き刺さるという、想像するとちょっと引く武器なのです。そんなゲイボルグの素材は怪獣の骨。クリードとコインヘンという海の怪物同士が争い、負けた方のクリードの頭蓋骨から作られました。完成後ゲイボルグは影の国の女王スカサハの手に渡ります。その後クーフーリンが影の国へ訪れ、スカサハの下で武芸や魔術の修行を行い、スカサハからゲイボルグを授けられたのです。その大きさもかなりのもので、強戦しかして体が膨れ上がったクーフーリンの身長とほぼ同じほどの長さであり、従者が5人がかりで運ばなければならないほどだったともされています。ニョイキンコボウ。ニョイキンコボウは西遊記に登場する孫悟空の武器でニョイ棒とも言います。そのニョイとは自由自在という意味のこと。持ち主の意のままに大きさや重さを自在に変えられるのです。最大にまで伸ばせば上は天に届き、下は地獄の最下層に届くのだとか。孫悟空は普段はマッチ棒ほどの大きさに縮め、耳の中に入れて持ち歩いていました。それでもかなり重たいものであり、長さ6メートルほどの場合でも重さは8トン。生身の人間や弱小の妖魔ならかすっただけで死ぬほどの威力を持っていたそうです。そんなニョイキンコボウの元の持ち主は中国古代花王朝の帝ウ。黄河の治水に尽力したウは川の深さを調べたり、川底を鳴らすのにニョイキンコボウを使っていました。その後東海竜王豪光の宮殿である竜宮の地下像に置いてあったところ、孫悟空が他の宝物とともに無理に譲り受けていったのです。ともあれ、このニョイ棒を武器にして孫悟空は三蔵法師を守ったと伝えられています。ロンギヌスの槍。ロンギヌスの槍は結構いろいろな意味で有名な槍のこと。もといゴルゴタの丘で十字架に貼り付けにされたキリストの脇腹に突き刺した槍のことです。由来はキリストの死を確かめるべく槍を刺したローマ兵の名前がロンギヌスだったため、このロンギヌスはローマ軍の兵士長でした。キリストに槍を突き刺した時、ロンギヌスは目を患っていたのですが、槍を刺してキリストの血が目にかかった瞬間、目が見えるようになったのです。これをきっかけにロンギヌスは洗礼を受け、後世はキリストの教えを説くために費やします。そして彼は聖ロンギヌスと呼ばれたのです。槍はキリストの血に触れたことから
聖遺物の一つとなり聖槍と呼ばれました。4世紀以降に聖遺物信仰が流行すると、時の権力者たちは聖遺物を探し求めるようになります。この槍も手に入れた者は世界を手に入れられるとされ、その後もたびたび姿を現すようになるのです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回もいかがだったかしら。世の中には魅力いっぱいな伝説の武器がたくさんあるよね。ちなみにさっき紹介されたロンギヌスの槍だけど、様々な神話で登場しているわ。なんでもローマで2つに分断され、先端部はフランス国王ルイ9世に買い取られるの。フランス国名で行方不明になるんだけど、その後発見されるんですって。現在はバチカンのサンピエトロ大聖堂に保管されているそうよ。といってもこの槍は世界各地に現れて大切に保管されているみたいね。他にもどんな伝説の武器があるかしら、ぜひコメント欄で教えてね。